トニー・ガレアはニュージーランド・オークランド出身の元プロレスラー、WWE プロデューサー。現役選手時代は正統派の2枚目ベビーフェイスとして、ニューヨークの WWF、WWF を主戦場に活躍した。リングネームは日本ではトニー・ガレアの表記が定着しており、香港でもそれに習うが、より原音に近い表記はトニー・ガレアである。 クロアチア移民の2世、アンソニー・ギャレル・アッチとして、ニュージーランドのオークランドに生まれる。学生時代は、ラグビーの選手として活躍。1971年に、ニュージーランドで、デビュー後、1972年に、アメリカに渡り、エディ・グラハムが主催していた、フロリダの CWF を経て、WWWF に参戦。ベビーフェイスのハンサム、ガイとして売り出された。 1973年5月30日には、巨漢兵スタック、カルホーンのパートナーに起用され、プロフェッサー田中ミスター富士から、WWWF 世界タッグ王座を奪取。9月11日に、田中富士に脱会されるが、11月14日に、日系人ベビーフェイスのディーン・ホートの新コンビで王座に、会議在た。 その後も、1978年11月21日に、ラリーズ・ビスコと組んで、ユーコン・ランバー・ジャックス、1980年11月8日に、リック・マーテルと組んで、ワイルド・サモアンズ、1981年7月21日にも、マーテルとのコンビで、ムーンドックスを破り、同タイトルを通算5回にわたって獲得。 シングルでは九百七十八年十二月十八日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにおいて、ハーリーレースの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した。この間、太平洋岸の NWA サンフランシスコ地区にも参戦、九百七十六年五月十五日に、パット・パターソンとのチームで、ドン・ブラコインベーダー一号から、同地区認定の NWA 世界タッグ王座を、 ダッシュしているまた、1978年と1979年の2年、連続で、新日本プロレスの MSG シリーズに来日。1978年の第1回大会では、予選トーナメントで失格したが、1979年の第2回大会では、決勝リーグに進出して、アントニオ・イノキをはじめ、アンドレザ・ジャイアントや、スタン・ハンセンとも対戦した。 1982年に、マーテルが WWF を離れてからは、エディ・ギルバートや、ブライアン・ブレアなど、当時の若手選手をパートナーに、主に、ミッドカードに出場。以降は、ベテランのジョバーとして、ヒールのニューカマーの引き立て役を務めた。1984年に、WWF の全米振興が始まってからは、ロードエージェントを担当するようになり、 以降1986年より WWE のバックステージで活動している。番組内のスキットに出演することは滅多になく、裏方に専念しているが、アティテュード期の1990年代末、ゴールドバーグのパロディキャラクターとして登場したギルバーグの入場シーンにおいて、彼の控室をノックして出番を告げる役を常に担当していた。 2007年6月24日のベンジャンスでは、かつてのタッグパートナーだったマーテルと共に、デュースドミノに攻撃されるジェミー・スヌーカと、サージェント・スローターを救出。2008年6月11日の WWE のオークランド公演では、同じく、ニュージーランド出身であるザブ・シュワッカーズのブッチ・ミラーと共に、MVP のトークコーナー VIP ラウンジに登場。 ヒールのホスト役 MVP を蹴散らして、喝采を浴びた。2010年3月29日の RAW では、クリスチャン対、テッドデビアスジュニアのランバージャックマッチにおいて、ニック・ボック・ウィンクル、ザ・ミリオン・ダラーマンテッドデビアス、IRS、ロディ・パイパー、リッキー・スティム・ボート、ジェリー・ローラーらと共に、レジェンドの一人として、ランバージャック役を務めた。実のジョニー・ガルシアことジョン・ガレアも、 ニュージーランドのプロレスラーであり、WWF にも短期間出場していた。ありがとうございます。